最前線に立つことが俺たち重装オペレーターの大事な役目なんだぜ。作戦を始めるぞ。任せな。この戦いで法はもちろん、法の外にある正義と善良さをも守れたらと思います。法典にない罪は法典にないやり方で処罰しても良いのでは。相手が何だろうと、法律は手段であって目的じゃないの。俺、参上。法典法律は手段で目的じゃない。法典の曖昧な部分を実践で明らかにします。まあ話してみてくれよ。この戦いで法はもちろん、法の外にある正義と善良さをも守れたら、法典にない罪、法典にないやり方で処罰しても良いので。これぐらい大したことないぜ。